宮城町は佐賀県東部宮城郡に位置する町。佐賀県の東部佐賀市から東側約2 0トル福岡市から南側約3 0トルの場所に位置している。北部には畜子山地があり、南部に畜後川が流れている。北部と南部で福岡県に接しており、特に南部では県境が複雑に入り組んでいる。地形は 北部の中原地区と北茂安地区の一部が山地になっているが、それ以外の地域は、筑紫平野の一角をなす平地である。特に、筑紫平野の佐賀県部分は、佐賀平野に含まれる、中石平野である。中原地区北茂安地区峰東、地区峰西地区宮城町は、平成の大合併により誕生した。宮城は、東町が属する。 宮城軍の読みに由来しており、宮城軍の名前は、合併前の三軍、峰軍、洋布軍、紀軍の頭文字を並べたものである。ただし、現在の宮城町の町域は、上記三軍のうち、旧峰軍、旧洋布軍だった部分のみで構成されている。町名は、旧中原町、旧峰町、旧北重安町の町民からの公募で決定された。 町名の最終候補には、宮城町、並木町、山陽町などがあった。この、並木町は、中原、峰、北茂安の頭文字を並べたものである。また、山陽町は、上記の通り、宮城郡の内旧峰郡旧洋府郡にあたる部分での合併となることと、三つの、町が、自然などを養い発展させるイメージからの、命名であった。なお、当町は、 佐賀県で最初の平が7の市町村である。福岡県西方沖地震で震度6弱の激しい揺れを観測した。支店の積み上げられた容器が崩れるなどの被害はあったが、家屋倒壊などの被害はない。宮城郡選挙区から選出される佐賀県議会議員の定数は2議席である。平野部での米の生産が中心。 統計はすべて2010年10月1日の国勢調査のもの。鉄道庁域が南北に長く北部に位置する中原駅は南部の北茂安地区や峰地区などから遠いため自家用車や路線バスで久留米市内の鉄道駅を利用することもある。路線バス一般路線バスコミュニティバス高速バス中原バスストップに停車。高速道路町内に インターチェンジはないが、トスジャンクションが近いため、周辺のインターを使い分けることもできる。括弧内に、利便性が高い行き先、方面を記す。一般国道主要地方道一般県道点検時、バシザリガニ橋チリク八グー。ありがとうございます。